てくれるではないか。最初に退治した時には失望したものだが、戦いの旅を経てよくぞここまで鋭さを増してくれた。それでこそ狩りの獲物にふさわしい。今の貴様の鋭さであれば俺の喉笛も食いちぎれよう。そうだ、俺はそういうものと命を削り合いたかった。我らの試合この程度では終わらせぬぞ。貴様が牙を研いだように俺も新たな力を得た。来い、最上の決戦と行こう。増援か。ここは私たちに任せて、君はゼノスを。ようこそ我が空中庭園へ。アラミゴ最後の王が異国から嫁いできた妻のために故郷の動植物を集めて作り上げたそうだが、いささか俺の趣味には合わぬのでな。この通り、俺にふさわしい獣を用意させてみた。いや、神と言うべきか。万族の英雄よ、貴様にとっても縁のある存在なのではないか。帝国への復讐に囚われた男が妄衆の果てに呼び下ろした破壊の力を具現化した神なる。こいつの中に渦巻いているのは純粋な破壊衝動だけ。神話すら持たずに生み落とされた哀れな神だ。思えば貴様が俺と楽しむために仕込んだことだ。貴様らが復讐機を追い立てて神を降ろさせ、対抗策として放ったオメガが神を俺の手元によこした。おっと過ぎたおしゃべりだったか。だが許せ、こうも楽しいことなど経験がない。貴様が発するものであれば言葉の一つにも耳を傾けたいとさえ思う。そうだな、貴様ならこの神をどうする。ふん、貴様はこいつを倒せると。さすがは神狩りの英雄というわけか。大した自信だな。しかし想定の息を出ない反応だ。だからこそ己の異能さえ使いこなせていないのかもしれない。超える力とやらがあれば神に干渉されぬばかりか、神に干渉し従えることすらできただろう。倒すことしか知らんとはやはり万族よな。
ガイウスの報告書で超える力の存在を知ったとき、俺は真っ先に神を屈服させ従えることを無双したぞ。だからこそ研究させ、そして超越者たる力を得たのだ。ガレマール帝国は万神倒滅を国是とする。国父ソルテイが当州遠征時に万神により滅びた地を目撃したことで、星を蝕む脅威を実感し正義の戦いを始めたという。俺に言わせればそんなもの恐怖の裏返しに過ぎん。万神を恐れ、滅びを恐れ、故に戦い続ける。なんと哀れな戦いとはな。楽しむために行うべきなのだ。生きるため、食らうため、互いに牙を向き合うのが獣の差がなれど、狩りを閲楽に変え、戦を楽しむのは人だけに与えられた特権だ。この荒々しく無慈悲な世界に生まれたなら、たった一つの命を燃やして戦を楽しまずにどうする。貴様には理解できるはずだ。俺の同類だからな。今の貴様ならば修正の友としてそばに置いてもいいとすら思う。どうだ、俺と共に生きてみないか。だろうな。やはりお前は俺の同類だよ。結局は戦いになるのだと、そう理解している。今お前の頭の中を占めているのは、最後の戦いがどのような楽しみをもたらすのかだけ。今も早く戦いたくて心が震えているのだろう。まさしく同感だ。お前こそがやはり俺の唯一の友にふさわしい。アラミゴの覇権などもはやどうでもいい。ただ共に楽しもうぞ。神をも寄せつけぬこの力、お前が持つ天武の才を俺は力ずくでものにしたぞ。そして俺は超越者として神をも従えてみせる。始まりだ。
ナス。とはだが楽しかった。最高の戦だったぞ。これほどすがすがしい気分は初めてだ。すがすがしいですって？これだけの犠牲を出しておきながら。犠牲？バカバカしい。人は命を犠牲にせねば生きてはいけぬ存在。生きているだけで常に何かに犠牲を強いる存在なのだ。だがどうでもいい。これほどの戦を演じることができたのだ。一つきりの命をかけたからこそ。至上の時であった。ああ、ここだ。今この時だ。俺の心臓は長くこの時のために行動してきたのだ。先など決してあるべきものか。自陣するつもりか？逃げさせない！さらばだ。俺の最初で最後の友よ。ゼノスは死にました。彼女との戦いに敗れ、自らの手で。そうか、終わったのだな。いや、逃げられたのかな。私には最後までただの獣にしか見えなかったよ。そんな男の狂った思想のためにどれほど多くの人が自由か死かを選ばされてきたか。やりきれない気持ちになるよ。だがそれでも我らは勝ったのだ。今は死んだ敵将のことよりも生きている者たちのことを考えよう。リセオ、胸を張れ。祖国を取り戻すため命懸けで戦った者のために勝利を祝え。そうだよね。ありがとう。あなたがいなかったらゼノスは倒せなかったし、この勝利はなかった。だから一緒に祝おう、アラミゴの解放を。
こうして紅蓮の炎に染め上げられた戦いは終わり、祖国アラミゴは解放された。自由とは何なのだろう。同じ土地に生まれ、同じ自由を望んでいた人でさえ憎しみ合うことがあると私は知った。生まれた時代、受け継いだ地、与えられた環境、あのゼノスだって生まれた時は泣きじゃくったはずなのに、多くの命を食らい尽くす化け物へと成長を遂げた。20年の帝国支配によってアラミゴに刻まれた断絶、すぐには埋められるはずもない溝だけど、私は諦めないよ。パパリモ、私たちは自由の価値を知った。
それを得るために支払った犠牲という対価の大きさを嫌というほど知っているから。だから私は死んでいった全ての人に誇れる国を作りたい。そのための試練なら喜んで受けて立つ。終わりは始まり。今アラミゴ巡州という帝国属州の歴史は終わり、アラミゴの新しい歴史が始まったんだ。Solemn pie.
やれやれ、手間をかけさせやがって。万神の核に使われたことでエーテルの残滓すら失われたか。道理で全く感じ取れないわけだ。とはいえ、このままにもしておけん。本当にさよならだ、ニーズヘッグ。
いろいろあったけど、本当にありがとね。何度お礼を言っても足りないくらいだけどさ。そうだ、暁のみんなと一緒に聞いてもらいたいことがあるんだ。だからちょっと待ってて。みんな集まってくれてありがとう。ありがとうなんて言葉だけじゃ言い尽くせないくらい心の底から感謝してるんだ。でもみんなが感謝されたいからって必死に戦ってくれたわけじゃないことも知ってる。だからアラミゴをしっかり支えることで応えさせてほしいんだ。コンラッドの後を継いで解放軍の先頭に立った以上、こんな私にもこれからのアラミゴに責任があるしね。でもそう思った時に気づいちゃったんだ。私はもう中立じゃいられないんだって。だからけじめをつけるべきだって考えたんだ。アラミゴのために働く以上、中立の暁にはいられない。わがままだって分かってるけど、それが私の決意なんだ。怪我の痛みも残る状態で来てみれば、そんな話とはね。今まで散々かけられてきた迷惑のお返しはどうしてくれるのかしら。それは冗談よ。しっかりやりなさい。でもこれだけは忘れないで。暁を抜けたとしても、あなたは私たちの仲間よ。それはずっと変わらない。そうよね。そういうことだから、困ったことがあったら絶対に遠慮なんかしないで、すぐに私たちを呼びなさい。外れてしまったか。まったく、糧を得るのも楽ではござらんな。ここがあの世かとも思ったが、どうやら拙者生きておる。その証拠に腹がすく。やっと悟った死に場まで気合で乗り越えんでもよかろうに。ことままならぬ。しかもよりにもよってこやつも一緒とは。